はい、皆さんこんばんは、宮司増本と申します。今回のウクレレ講座は木漏れ日という宮司のオリジナル曲ですね。これのストローク、湘南ウクレレクラブの練習会で課題曲にして最近やってるんですけども、その辺のストロークの方の弾き方をちょっと見てみたいと思います。まあこの辺にちょっと出すかな、出してくださいね。いきますよ。まあこんな感じですね。三拍子です。ワン、ツー、スリー、ツー、で跳ねております。チャッチャチャッチャチャッチャですね。3連のタタ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 タの、タタタの真ん中を抜いたタッタタッタタッタタツタタツタタツタ、今のツのところを抜くとタッタ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 、こういうリズムなんですね。初心者の方は指一本で弾けるのですぐ、これだともうストロークができれば誰でも弾ける簡単なやつなんですけども、実はそれだけじゃなくて奥も深いという話を今回持ってきてます。どういうことかと言いますと、弾き方をいろいろ変えるんですね。表情をつけます。わかりましたか？こういう感じで、これで、薬指から宮司の場合は小指はあんまり使わずに、薬指からの薬中人差し指のこの3本でやります。こうですね。で、これをどこに入れるか、まず、小節の頭に入れます。これ小節の頭に入ってます。したら2拍目に入れましょう。次はこういう感じにいろいろと中身をですね、ただのストロークじゃなくてバージョンを上げていくという、そういう楽しみもできると思います。で、コツとしましては、これどこに頭を持ってくるかっていうんですね、ちょっと分散させたような弾き方になってます。そのままドーンといけばいいのに、ゆっくりで弾いてみるとこういう感じでですね、ばらけて弾いてますね。はい、こればらけて弾いた時にどこに拍の頭ですね、そのリズムをイメージするかというと人差し指なんですね。だから正確なこのリズムの白頭、これを入れたいところ、入れたいところに入れるときに人差し指がリズムにぴったりくるように早めに薬指から引き下ろします。ワン、ツー、スリー、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 ちょっと分かりにくいですかね。ワンって言ったときに、ワンという前から薬指が入って人差し指が行くときにワンと言いますね。2の時もそうですよ、拍の頭が人差し指に来る、人差し指がこう弾いて普段弾きますよね。これをこの前に薬
薬指、中指、人差し指を入れるイメージですね。はい、決して弾き始めたところを吐く頭に、イメージしないように早めに弾き始めて、リズムは人差し指に合わせるというような感じで弾いていただくと、これ非常に、いい感じになると思うんです。これだけじゃなくて、いろんな曲にこのパターンは使えるようになってくると思いますので、皆さんぜひぜひ練習してみてください。あともう一個ですね、このストローク、これだけでなくまた別のパターンもあるんですね。それはちょっとまあ時間が来ましたので別の動画に行きますか。はい、別の動画でまた説明したいと思います。まあ簡単に言うと、3連のこういう弾き方ですね。それは次の動画でお話しさせていただきたいと思います。宮司マスモトの、ウクレレ講座でした。湘南ウクレレクラブというのをやっておりまして、宮司主催でやってるんですけど、まあ、湘南でつくからには、まあ、湘南地区ですね、湘南プラス青少地区あたりでやっております。茅ヶ崎、大磯、二宮ですね、やっておりますので、皆さんぜひぜひあのお気軽に参加いただける練習会であります。湘南漢字ウクレレカタカナクラブ、漢字で検索していただきますとホームページがありますので、お近くの方はぜひぜひ参加して、一緒にウクレレを楽しみましょう。まあ、分からないとことかですね、まあ、この講座に載ってないことももちろんですけども、分からないところあったらその本でもいいですよ、教則本とかで分からない、ここ弾き方が分からないのでっていう質問とかもその直接練習会で受けますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空の下で歌っても君は見つめる。